シーメンス事件は、ドイツのシーメンスによる、日本海軍交換への増愛事件である。ビッカースへの巡洋戦艦、今後を発注にまつわる増愛も絡んで、当時の政界を巻き込む、一大疑国事件に発展した。1914年1月に発覚し、同年3月には、海軍長老の山本ゴ兵衛を主犯とする、第一次、山本内閣が、 内閣総辞職にまで追い込まれた。ジーメンス事件とも呼ぶ。海軍は、明治初年以来、イギリスドイツなどから、艦船や装備品を購入しており、外国の造船会社相互間の競争は激しく、海軍の高級技術商工や監督官などは、その立場上各造船会社や軍需品を取り扱う、企業の日本代理店との交渉や手数料をめぐって、問題を起こしやすかった。 明治末期から大正初期にかけては、反伐、軍罰に対する批判が高まった時期であり、軍の経理問題にも一般の関心が寄せられた。前年の1913年には、大正政変第一次五権運動で、長州罰、陸軍に攻撃の矢が向けられたが、このシーメンス事件が発覚すると、薩摩罰と海軍とに批判が集中した。 山形有友とビルヘルム二世との利害、関係一致による陰謀との説があり、シーメンス事件当時検事総長だった、平沼喜一郎も後に回顧録でこの説を容認している。山形有友は、薩摩伐、海軍と対立していた長州伐、陸軍の代表的存在であった。この少し前に、日本海軍の活躍により日露戦争に勝利、 日本海軍育ての親と称される山本権兵衛が首相となった。山本権兵衛は陸軍の首長であった軍部大臣現役部官制を一部廃し、陸軍の二個師団増設案を拒否、山形有友が議長を務め天皇のブレーンとなっていた、数密院の定員削減などの行政改革をしながら88艦隊建設計画予算を計上していた。 ビルヘルム2世は、イギリス海軍に対抗して、海軍拡張を進めており、イギリス海軍の分身とみなす日本海軍の、混合型戦艦4隻を、ドイツ東洋艦隊を無力化するとして脅威に、感じていた。シーメンス横浜支配人の吉田周吉の名が、海軍艦製本部部員の鈴木修司作り船中艦の妻であったことから、シーメンスは、 入札情報を事前に入手し、イギリスのビッカースやアームストロングより有利に入札、海軍関係の通信、電気装備品を一手に納入し、謝礼を海軍将校に支払っていた。外国企業が受注の謝礼をするのは、当時当然の慣例になっており、宮内大臣にも送ってきていたが、平沼喜一郎によれば、歴代の宮内大臣でこの謝礼を私有せず、国庫に納めたのは、 はたの高しじかだけだったという。また、日本海軍でも、ロンドンの銀行に、イギリス人名義で秘密口座を持っていた。この事件は、この謝礼を示す秘密書類を、シーメンス社員のカール・リヒテルが会社から盗み出し、買い取る。要1913年10月17日に、東京支店長宛て脅迫文書を送ったところに、始まる。 要求金額は2500ポンドとも25000円とも言うが、この脅迫は拒否され失敗。カール・リヒテルはこの書類を、ロイター通信特派員、アンドルプーレイに売って、ドイツへ帰国した。シーメンス重役人は、同社の信用失墜と関係海軍将校への影響を恐れて、もみ消しを図り、公表を阻止した。これを知らされた当時海軍大臣の斉藤実は、 我が海軍部内に係る修士に関係する部官、あるべからず、秘密書類の公表はむしろ望むところなりと回答し、内情調査をするよう連絡したが、政局重大の折でもあり、海軍当局の正式な連絡後に、司法活動を開始することとし一応政官の態度を取った。その後シーメンスとプーレイの間で妥協が成立し、 1913年11月27日に、シーメンスが秘密書類を5万円で買い取り、横浜領事館で、焼却、一度事件は、終結を見た。ところが、ドイツの秘密機関が、この経過をすべて把握しており、ドイツ関係は、シベリア鉄道で帰国するリヒテルがドイツへ入国した、瞬間に、これを逮捕、強喝未遂罪で起訴した。判決は、 増収賄があったと認定し、増収賄が犯罪を誘発したとして、上場借料を認め、カール・リヒテルは2年に減刑された、懲役刑に処された。公正中立をもって知られる、ドイツ司法裁判所ではあったがこの事件に限っては、国際儀礼に反して一審判決から、日本海軍将校の実名をも進んで、通信社に公表した。 1914年1月21日、ベルリン発のロイターガイデンが、リヒテルに対するベルリン公判定での判決文の中で、彼の盗んだ書類中に発注者の日本海軍将校に会社側が賄賂を送ったとの記載があると伝えたことから、1月23日、第31議会衆議院予算委員会で、立憲同志会の島田三郎が、この件について厳しく追及した。 山本内閣は、この議会に、海軍拡張案とその財源として、営業税、織物消費税、通行税の増税の予算案を提出していたことから、これに反対する民衆の攻撃の的となり、新聞は、連日海軍の腐敗を報道し、大田三次郎、片桐と李次郎ら海軍内部からの内部告発もあり、世論は沸騰した。2月5日、県政擁護会は、 自極有志大会を開き、殺伐根絶、海軍覚醒を決議した。2月6日、核派連合有志大会が国技館で開かれ、1万5千人が参加した。1月末から2月初めにかけて関係者の関門や家宅捜索が開始された。アンドルー・プーレイは1月30日に家宅捜索を受け、プーレイがリヒテルから秘密書類を購入したことが発覚。 高知された。この代金は750円とも25万円とも言う。プーレイ夫人の案は、帰宅を許されたが1月31日の取り調べの後カミソリで自殺未遂をしている。2月7日、藤井テルゴロー機関少将と沢崎官房大佐が検挙され、海軍軍法会議に付された。2月18日、クレ・チンジュフ司令官松本和が家宅捜索を受け、 3月31日収監された。2月10日野党の立憲同士会、立憲国民党、中正会は、衆議院に内閣断劾決議案を上呈した。その日、日比谷公園で内閣断劾国民大会が開かれていたが、この決議案が164対205で否決されたことを聞くと、 この大会に集まっていた民衆は憤撃して国会議事堂を包囲し校内に入ろうとして官権と衝突した。軍隊が出動し警官が抜刀し記者、民衆を切った。2月12日夜、警視庁は声優会計、毎遊新聞社を取り巻くミニ衆465人を検索した。2月15日、東京朝日の記者、芳賀映像は 原高氏内相指定前で護衛中の創始に襲撃され負傷した。2月23日、全国記者大会が開かれ、内相、原高氏の辞職を要求した。飯田義和氏直の取り調べが進むとこの汚職事件は、一層広がり、3月12日イギリスのビッカースの、日本代理店である、三井物産の重役、岩原健三が、1910年に、 巡洋戦艦、トンゴーをビッカースに注文させるため海軍交換に贈賄した容疑で抗禁され、ついで、飯田義和、山本城太郎ら三井物産の関係者が起訴された。その結果、当時の管制本部長で、元くれ陳住府司令長官松本は中将が、トンゴーの建造に際し、三井物産の手を経てビッカースから約40万円の賄賂を受けていたことが判明した。 この間、貴族院は、海軍に予算7000万円を削減することを可決し、予算案は、両院協議会の不調となり不成立となり、3月24日、山本内閣は、総辞職した。後継の第二次、大熊内閣は、海軍粛清の声に押されて、八代六郎新会省のもとで大改革を、断行、5月11日には、 山本前首相及び斉藤実前会長を予備役に編入した。5月19日軍法会議は、松本は前官政本部長に対し三井物産からの収賄の容疑で、懲役3年、追徴金40万9800円を、また、沢崎官房大佐に対し海軍無線電信書、船橋送信書設置に絡み、シーメンスから収賄した容疑で、懲役1年、 追徴金1万1500円の判決を下した。東京地方裁判所は7月18日、山本上太郎ら全員に有罪判決を下し、9月3日の軍法会議では、藤井照五郎に対し、ビッカースタ数社から収賄したとして、懲役4年6ヶ月、追徴金36万8004円の判決を下し、司法処分は完了した。しかし、 折から第一次世界大戦の勃発もあって、三名の海軍軍人を有罪としただけでこの事件は終結した。産業界と軍部との癒着構造の根源にまで追求すべきだったという見方と、全く無実であった山本権兵衛と海軍大臣、斉藤実ノルを隕石辞任予備役編入したことは、 有力なリーダーなくして第一次世界大戦に突入することになり、また海軍衰退の元を作り、第二次世界大戦を陸軍主導で開戦する、永遠因になったという見方がある。ただ山本権兵衛と、再当日はそれまでは、日本の勲章や外国勲章を多く受けていたところ、隕石辞任の後は、外国勲章はどちらも受けていない。 なお山本ゴ兵衛は1933年に死亡し、斉藤王実は朝鮮総督を経て政治家に転身し1932年からは総理大臣県外務大臣として満州事変に対処するなどした後、1936年の2.26事件により暗殺された。三井隆弘は事件後に三井物産社長職を隕石辞任した。 オノミノルによると、アンドルー・プーレは、シーメンスの贈賄を手伝っており、グラス・ヒュッテの懐中時計を賄賂として、日本の海軍将校に渡していた。シーメンス側はさらに、アンの姉、ジャンヌの夫で、シーメンスの重要なポストにいたヒムラーから、ピエール・ロワの懐中時計も準備し賄賂として渡す、つもりであったという。 この時計は1888年に制作され1889年のパリ万国博覧会に展示されたもので事件後はアンの父親であるアンリ・デュプレが所持しており1941年11月、オノミノルに100円で売却した。またオノミノルのアンに対する取材によりグラスヒュッテは連番で3個を同時に購入され1つは日本海軍将校への贈賄に使用され 一つは、第二次世界大戦に際して、ヨーゼフ・ゲッベルスの指示で、オランダのナチ協力者に渡されたことが判明している。もう一つはそのまま案が持っていて、小野・ミノルに贈与された。シーメンス事件の過中、または、直前の1913年6月には、第一次、山本内閣が文部省幹線を改正し、それまで内務省宗教局が所管していた、宗教行政を、 新設の文部省宗教局に移管した。その結果、宗教団体法法案が提出されるようになり、1868に始まったが行き詰まっていた行動宣風運動が再燃することとなった。1939年には、神道やキリスト教も宗教として扱った宗教団体法が成立した。ABCDEFGH 歴史群像太平洋戦士シリーズ21、混合型戦艦 P84 から86、シーメンス事件、ハット ABCDEFG、骨頭金側海中時計、P25 から40。続シーメンス事件費は、骨頭金側海中時計 P15 から24。シーメンス事件費は対象2年直例第173号、改正。ありがとうございます。